私はやっぱりです。自由に寄与するし、逆に阻害することにも機会に確かに同じような人で集まってると違いか分かんないから、なんとかそうじゃないその交流の機会みたいなのがあると思う。 I think I really learned about how we perceive freedom. We understood that every country has its own definition of freedom, its own concept, depending on the culture.And therefore, the regulations and the reality of what we have of freedom. 意見が言われなくて一方通行でイエスマンばっかり言うよりはちゃんとこう意見が出てて、障害を持ってても本人の努力と周りのサポートで他のこと変わらなくできるっていうのが一つ、これは福澤先生のいろいろなそのキーワードみたいなところを並べていったときに、一番根底にあるのがやっぱり独立自尊っていう言葉で、一人一人がこう自分自身を充実させていくっていうところをベースにしたからこそ他者を考えられるとか、自分と相手だけじゃなくてそれ以外の人たちに広がっていくんだなというふうに改めて学びました。すごい機会の均等っていうのを重視してて、そういったところが平等とか公平とかに通じるのかなっていうふうに思いました。キャンパス同士が慶応義塾は離れてるんですけど、学部だったり学年が分かれてしまうけれども同じ大学に通うっていう共通点を持って話し合うことができるっていうのが僕たちの考える平等かなというふうに思います。いろんな人がいろんなところに行って混ざり合う様子を表現しています。アート作品を作るときに液体キャンパスっていうタイトルで作ったんですけど、いろんな立場の人、その人たちが別々の場所にいるけれども橋を伝って交流することができるっていうのを作品で表しました。私が結構得意としているのが、いろんな人の意見を集約したアート、それをこう体現しているのはまさにワークショップで、学生さんのエネルギーっていうのはやっぱその現場にいないとなかなか吸い取れないところがあって、いろんな方からの意見だったりとか、その発想だったりとか、自分がその思いつかないような目線だったりとか、慶応大学っていうところのなんか学生の爆発力だったりとか、会話のテンポだったりとか、楽しさだったりとか、その空気感がすごくアートに反映されてると思います。心理的な壁と物理的な壁っていうのを取り除いて、制限ない循環の構想。